はようございます。そう、あのね、今日は6時20分からって予約を入れてたんですけどね、ありがとうございます。いつもよりな40分も早いで、40分はでかすぎる、ほんまにマジで。いや、おはようございます。アミは今日からゆっくり寝れました。今日からなんか学校の宿泊研修みたいな研修合宿ってのがあって、それでもうね3日間行ってくるので、今日はショールームするやろ、で明日ができなくって、明後日もできると思います。明後日はもう帰ってくるですね。明後日の夜にまたすると思うのでお願いします。そうなんですよ。リンガー学校みたいなやつね。そうですね、それの中学2年生版ですね。楽しんでいきますね。おはようございます。朝の40分は1時間相当するな。ありがとうございます。ありがとう。おはようございます。明日は継続違いって、そうですね、溜まってるのでよかったです。ほんまになかったら危ない。お前やばいよな、なかったらどうしてたんやろ。ないことはないけどさ、やってたら、その毎日配信を続けてたら絶対溜まるからさ、なくなることはないと思うんですけどね。使わんかったらめっちゃ目が痛いです。めっちゃ目が変ですね。まあ目からコンタクトしてないんですけどね、今は。ほんまにまあいいや。天気と言えてな、そうですね、天気といいですね。2日間4公演後に研修合宿とか、なかなかハードだね。ほんまにな。でも無事に終わってよかったです。皆さんありがとうございました。楽しく無事に終わることができてよかったです。ほんまによかったですね。よかったですねっていうか、よかったです。ほんまに2日間連続で皆さんと会えて楽しかったです。ほんでね、ありがとうございました。愛なのかもね、にぼじすることができました。おはようございます。おはようございます。そうです。はくちゃんも昨日から修学旅行行ってて、な、言ってましたね。そうなので皆様のよろしくお願いします。明日配信ないのでご気をつけてください。植物係おめでとう。そうなんです。なんかね、なんか急に昨日お知らせされまして、任命されちゃいました、植物係。なんかね、劇場の入り口付近で、階段降りてからの入り口付近でね、花を育ててるんですけど、何が咲くかもしれないんですよ。まだ咲いてからのお楽しみらしいです。まあ楽しみにしておきます。何月に咲く花かもわからないんですけど、アミが公園に出るときに毎回水をあげるには帰ってらしいです。そう、ちょうどね、アミね、理科でね、その最近光合成のことをやったんですけど、大丈夫ですか、あんな日当たらへんところ。昼は光合成をして夜は呼吸ですからね、大事。しかもね、なんとね、金子さんからの任命、直接だったらしいです。アミは直接聞いてないんですけど、マネージャーさんに言われました。そうなんですよ、嬉しいですね。頑張ります、ちゃんと枯れへんようにね。何の花か分かる前に枯れへんように、花が分かってからせめて枯れないとね、ちょっと悲しいので頑張ります。はい、休憩のブログ、Vlog どれ見ても元気すぎてびっくりするわって。でも休憩ああいうテンションですよ、ずっと。だけどみんながそういう感じやから楽しいですね、ほんまに。そう、みたいな普通がないで幸せ。あみもです。ほんまありがとうございました。おはよう、おはようございます。
植物係は一人なんで一人です。アミだけらしいですよ。まあこれもめっちゃ嬉しいのでね、せっかくアミに任せてもらった植物係なので、せっかくなのでね、頑張ります。そう、何のお花か聞いても、なんで育ててるのかを聞いても教えてくれないので、頑張ります。涙が公園出ないときは水やらないのかなって。けどな、結構すぐ出るんですよね。なんかあと出へん日はスタッフさんがちょっとだけあげてくれたり、あと普通に出へん日でも劇場に来ていいよって言われたので、まあ日にちが合えば行きます。でもこの3日間は無理かな、ちょっと。はい、無理やな。そう、金子さんって言ったよ、確かに光ってるもん。金子さんになかなか会わないよね。そうですね、なんかすれ違うとかはあるんですけど、なかなかあんま喋らないですね。おはようございます。忙しそうですね、結構。そうそう、おはよう。ちなみに何の種やってわかんないんですよね。うん、あの動画見てそれもね、屋さんに怒られるわってなったやつ。ああ休憩ですか。うるさいってやろう。でもね、楽しいです。なんかお弁当のじゃんけんとかも休憩やからできるやん。やっぱり同期なんで正々堂々戦おうってなりましたね。2個目周りに全身じゃんけんはすごいんで。そうなんです、聞いてあるな。アイスな負けたんですよ、じゃんけん両日と。なんやけど、あのな、なんとアミが狙ってたアイスが不人気すぎて食べれちゃいました。これ昨日から狙ってた。昨日じゃ、おとといは板チョコアイスを食べたんです。板チョコで余りをキューティーにもらったんですけど、もし食べるならこっちかこっちか、その板チョコかアイスのみのカフェオレかで悩んでたんですけど、ほのぴーに明日も食べれるでって言われて、じゃんけん負けたから無理やわとか思ってたんですけどね、なんか誰も取らんくてね、取れちゃいました。美味しかったですね。おはようございます。おはようございます。そう、だからね、よかったですね。植物が近場のお話し相手になるかもって。おお。でも植物は話しかけるといいらしいですよね。そう、おはようございます。なんていうの、チョキ戦法がバレてきてるって。あ、グーばっか出すってやつですか。やばいな。やばいやばい。じゃあこれからパー出します。パーにします。そう、残り物にはよくありました。ほんわりな、その通りですね。楽しかった。昨日ここに楽しかった。アフタートークも面白かった、ありがとう。昼は普通に質問だったんですけどね、夜だけは日替わりで大喜利をしましたね。そう、アミは大喜利ギリギリチームです。あれほんま滑るかと思ってね、心配しましたよ。ほのぴーに涙涙って言われて、何って言ったら、チーム名発表するときに大喜利ギリギリって言っといてって言われたんですよ。そんな大喜利する前からさ、滑ったどうすんのっていう心配があったんですけど、まあなんとかなんとかね、いけましたね。よかった。あ、そうなんです、これじゃ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 ーん、うちわが変わりました。皆さんゲットされましたか。されましたか。おはようございます。あれは絶対ほのびが考えてどう思ったやんな。あみそんな名前にしひんから。おギリギリギリな。そう、昼恋のアフタートークの質問書くの忘れました。まだ今度ね、次は25かな、25もあるのかな、アフタートークあるか、平日ですよね25って。だから待ってます。ナミタン
大喜利得意なんですよね。あ、違う、なんですね。面白かった、ありがとう。そうですね、得意かわからないけど楽しかったです、めっちゃ。でも大喜利ってめっちゃ難しいイメージありますよね。でもなんとか楽しかったです、ほんまに、ね、土曜日か土曜日やけどあるみたいで。そうなんですね。でも最近アフタートークがっていうかね、休憩の公園に平日がね最近ないんですよ。そう、うん、そう。花火毎回言葉尻を無理やりダジャレにすればだよね。そうやな、大喜利ギリギリな次は大喜利おにぎり。あ、いいな。どういう振り分けかによるような。ほのぴおったら好きそう次の平日は29やねって。あ、でも結構空いてますよね。前のね、あのね、あれがいつか覚えてないぐらい前の平日が。最近も昼夜が多いです。休憩は土日が多いんですよね。そうですね、おはようございます。やっほーやっほー。なんかさ、忘れ物がないか怖いんですよね、アミ。めっちゃ昨日からずっと確認してるんですけど、こうさ、ほんま忘れ物あったら終わりですよね。だって取りに帰られへんやん。マジで怖いですね。頑張りましょう頑張りましょう。大喜利の時、隣の人とみんな頭の回転が早いなって感心してました。なあ、でもあれ焦ります結構気になる方はまた劇場に来てくださいそう、アフタートークはね、 DMM の配信がないのでね、ないのでね。前の平日は4月頭ぐらいやったかなって。ですよね、めっちゃ空いてるよな。もう5月中場中旬ですもんね。こよりんと貴公子と帰省中の言い合いが姉妹喧嘩みたいに。あ、そう、クヨタンがねめっちゃ変なことをしてアミのこと追いかけるんですね。をギラギラにさせて、それを見たてんちゃんがな、貴公子やって言うから、寄生虫って言ったら貴公子なって言われて、それで言ってましたねそう、そうです、そうです。おはーみだ、おはーみだ、おはーみ土曜日土日の2回公演は若い休憩多いイメージな。休憩めっちゃ多い今日から下旬にね。早いね。あ、お前や、昨日の1位誰、ちょっと待って見て、持ってきました。日高浩二さんですね。何書きますか、ごめんなさい、何書きますか2日で4公演は疲れなかったって。そうですね、あのなんか公演中は疲れなかったんですよ。で終わった時も疲れなかったんですけど、あの家に帰った時にめっちゃあの青春の後に腰が痛くなりました。寝たらまあ治ったんですけど、なんかね帰った時めっちゃ痛かったですね。そうけど帰ったら治りました。それで昨日はそうですね、そんなにどこも痛くないですね。あ、ムーチョさん何これ、猫トノ、何て書いてるのこれ、サバ、サバありがとうございます。にゃんこ、にゃんこありがとうありがとうございます。何て読むのやろ、サバ、サバかな、カツオとかですか、猫食べるから。あれ、日高浩二さんいますか。じゃあコニタンのも書くわ、一緒に。コニタンもぜひどうぞぜひどうぞ。そうですね、ん、はあ、じゃあ、いるって。じゃあ日高浩二さんも書きます、コニタンも書きます、お願いしますお願いします。あ、288日おめ、ありがとう。眠い。え、あみね、ほんまにね、今日ね、行き道の移動ね、多分みんなさ、ウキウキじゃ絶対喋ってるやん。ほんま隣の子
あのバスの座席決めれたんですね、適当に。あの出席番号順で、なんかここからここの番号で決めていいよみたいな。たまたまその番号に友達がおったから、せっかく友達隣になったんですけど、ごめんやけどマジで寝るかもしれない。あ、車乗ったらすぐ寝るんですよね。そう、あ、今の見てなかったけど、え、でもよこれほにゃほにゃほにゃがあるよって。あ、ほにゃほにゃほにゃの一番前のほにゃの字が出てましたよさっき。そう、もうクラスメートと同じに出るのかな、しかしありがとう。そう、なんか泊まる部屋がね、好きな、なんか友達と選べなくって勝手に決められちゃったので、まあそうですね、あんまり喋らない子と一緒なんですけど、喋ります、ちゃんと仲良くして。あ、マグロはザージ、なるほどねツナじゃないんですか、ツナ寝れる時に寝る時になって起こされるんかな、確かにね、そうです。え、待って、コニタンと日高浩二さんいますよね。あ、可愛いやみたいなお願いしますって分かりました。入っちゃいましょう。あ、可愛いやみたいな。あ、危ない。ネームペンで書くとこやった。危ない危ない。昨日はアミは流れ星青をやりました。最近もほんまどっちか分からなくなってきてます、今日どっちやるか。できましたできちゃいました。よし、申し訳ない、痛かった。あ、マグロって出てたんや、じゃあさっきのやつ。さっきマグロって出てたわ、多分。マグロですね、これは。マグロ、マグロ。そう。あ、皆さん、昨日と今日でね、俺がアイヌの顔を2文字やらせてもらったんですけど、まあ次の公演は、お楽しみにってことですね。じゃじゃん。流れ星みたいな描こうと思ったら長袖になってしまいましたね。間違えた。あ、ムーチョさんもじゃあどうぞお絵描きしますね。日高浩二さん来てる？なんかアミなんでやろ、コメントが反映されてないんかな。なんか来てないんですよ。よかったらもう一回送ってほしいです。ないんですよね、切ってないんですよね。なんかお仕事ですかね、もうお仕事の時間ですか。なんか切ってないんですよね、アミ、申し訳ない。もう一回、あ、植物系のアミみたいな切ってたって、え、ほんまですか、ありがとうございます。なんでやろう、来ます、じゃあありがとうございます。植物係な、植物系じゃないな、係やな。やっぱり植物係ってことはね、皆さんも分かると思うんですけど、はい、あ、ちょっとほっぺたまるよね。はい、植物係、じゃじゃーん、こんな感じですかね。待って、ムーチョさんもください、コメント来てるかな、よろしくお願いします。あ、アバターって言って、分かった、これです。まず、まあ植物係やから頭に花を咲かせて、これはあのゾウさんのジョウロ持ってたやろアミ、それですね。ちょっ
難しいですけど、こんな感じですかね。目があるからそれっぽく見えますけどね。はい、あれ、あみさっき写真撮ったっけ。コニタンごめんなさい、撮ってなかったかもしれん。え、申し訳ない。チーズチーズ、ありがとうございます。ありがとう。じゃあムーチョさんのアバターもですね。これはマメちゃんですかね。ですよね、でもマメちゃんで黒色やんな。でもちょっと黒色に塗りつぶせないので白でいきます。あ、できた。もう描けちゃった。描けちゃったわ。どうもどうぞ。じゃあこんな感じですかね。はいはい、オッケー。はい、にゃんこ、うん、はい、にゃんこ、ありがとうございます。ありがとう。それでは現状読みたいと思います。はい、13位 FFF さん、ありがとうございます。12位まさやかさん、ありがとうございます。11位野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。10位カニさん、ありがとうございます。9位日高浩二さん、ありがとうございます。8位コスモライトさん、ありがとうございます。7位マッさん、ありがとうございます。6位鉄メガネさん、ありがとうございます。5位沸騰注意さん、ありがとうございます。4位ひろゆきさん、ありがとうございます。3位まきまきちゃん、ありがとうございます。2位コニタン、ありがとうございます。そして1位はムーチョさんでした。ありがとうございました。皆さん今日も朝早いのに見に来てくださってありがとうございました。それではまた明後日ですね。次会うのは明日はちょっとお休みします。お休みシーンなのでよろしくお願いします。じゃあ合宿楽しんでいきます。ありがとうございます。それでは皆さんもお仕事頑張ってくださいね。せーの、ムーチョさん、ありがとうございました。じゃあ行ってきます。気をつけて行ってきます。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。バイバイ。行ってきます。